山田さん、おはようございます。おはようございます。なんか新しく譲渡先を探してるワンちゃんがいらっしゃるということですけどね。じゃあ早速連れてきましょうか。お願いします。はい、では連れてきます。はい、まずこれ柴犬ですか。そうですね、柴犬だと思います。これは5月の5日に行った譲渡会のところと同じところから来た犬で、多頭崩壊の事例になってます。なんか特殊な事情がありまして、はい、ほぼほぼ分かんないんですけど、実はちょっと首に怪我がありまして、手術の方を行っております。でその回復の関係とかもあって、他の子よりも後からの、譲渡募集という形になってます。年齢は推定で何歳ぐらい？若いと思いますよ。見えますか？歯だいぶ綺麗なんで、間違いなく5歳はいってないかと思います。性格はどんな子ですか？懐っこいですね。とりあえずもう人が大好きで大好きでっていう感じで、人がいればもう誰でも寄ってくっていう感じで、も逆に言えば一人に差しとくとちょっと不安になっちゃうみたいな、そういう子ですね。逆にその犬見知りはするんですかね？犬見知りは、多少ありますね。それこそ、4月の末から5月の頭に、他の子たちがいっぱいいた時期があるんですけども、どの子とも一緒に入れれるっていう感じではなかったので、相性はあるんだと思います。なるほど。で迎えてくださる家族の方々がね、どの程度飼育しやすいかというところをちょっと見ていただきたいなとも思っておりますので、はい、紹介させてもらっていいですか？抱っこから行きます。抱っこ、はい、おいで、はい、あら、あ、全然大丈夫です。本当だね。全然平気ですね。全然平気です。おやつ行ってみます。はい、おやつ行ってみましょうか。はい、ちょっと一回つなぎますね。はい、よいしょ。もしよかったらおやつの前にちょっとこのマット移してもらってます。こちら寄付でいただいたもので、ゴロネマットですかね。送られてきたってことですか？送られてきたんですよ。ちょっと無記名で送られてきたんで、どなたからかっていうのはわからないんですけども、はい、使わせていただいてます。ありがとうございます。ありがたいですね。でも、はい、でもこの子おやつモードになっちゃってるんで、はい、猫の多頭崩壊の時にちょっと写してもらった避妊後のっていう猫の餌、はい、あれも寄付でもらって、同じ方からもらったやつになってます。これは兵庫の方です。でちょっともうラス1になっちゃったんですけど、これ大好きで、ね、はい、こういった皆さんの善意で大変助かっております。こういう状態の時に手出したりするとうーとかって言ったりするワンちゃん多いじゃないですか。大丈夫、やったことないですけど。本当だ、無理やり取れば怒るかもしれないですけども、ものすごく攻撃的っていうことはない。全然ですね、普段は。ちょっと待ってくださいね、このおとなしい時間帯を利用して、はい、ブラッシングなんかすると、あ、本当だ、溜めてるのに全然平気やん。全然よかんないですよ。えらい子ですね。そうっすね、本当にちょっと声が大きいことを除けば、全く大丈夫な感じの子で、だすごく飼いやすいと思います。こんな感じでも全然大丈夫。美味しいね。ガムですかね、それ。そうですね、ガムだ。ガム、うん、ささみ巻きガムってな。じゃあ、あんたの可愛いとこちょっと撮らせてもらおうかな。あんたの食べる様子撮らして。食い意地はそこまで張ってる感じじゃなくて、美味しいものには反応するけど、普段の餌はすぐがっつくとか、そんなこともないですね。時間かけて食べたりっていう。あ、食べた。食べ終わりましたね。じゃあ山田さん、次はお座りとかできるかって、ちょっとコマンド出してもらっていいです？そうですか、やったことないですよ。お座り。はい、できない。向かってみる。
はい、目も合わないですね、はい、はい、お座り、はい、通じないです、はい、諦めてください、はいはい、まあ、これはじっくりとね、あの新たな飼い主さんが、そうです ね、 ね、山田さん、おもちゃで遊ぶか試してもらっていいですかやったことないです、ね、どんな感じなんだろう、はい、投げて取りに行くか、ちょっと紐が短いからな、はい、あ、いけそうな感じしないですか、そうですね、ここが短い遊ぶ、そうしたら場所移動しても大丈夫ですか、いいですよ、はい、いや遊ぶ、あ、持ってくるかな、さすがにそれは無理か、はい、ちょうだい、はい、ちょうだい、ああ。餌と違ってこっちはやったことないから怒るかもしれない、ね、そうですね、え、やめ、はあ、そう、やめて、触れはしない、あ、こっちだよ、あ、気をつけてください、大丈夫です、ね、はい、じゃこれさっきとリアクション違いますよね、違いますね、餌と違いますね、うら、取ったね、気に入りましたね、気に入ったね、もうあげるよじゃあそれあー、そっか、このワンちゃんの飼い主になっていただける方を募集いたします。富山市保健所までお問い合わせください。よろしくお願い申し上げます。